ょっと分かんない、もうちょっといろんな人を巻き込んでこうね。じゃあいやなんか保育園でやってもいいよ保育園の嫌だよ場所借りて、はい、ロンハーマンの、うん、事業部長、ウィメンズディレクター、うん、これいいですよね。まずは自分がワクワクしないとね、お客様もワクワクしないだろうなって、もうすごいシンプルなんですけど、どうですか、似合ってるこの、花を買うときは花瓶で買うっていうの、これ結構本当俺の中では結構突き刺さりましたね。あー、ゴミも出ないし、あのまま持ってって、確かに、うん、崩れるかもしれないんだけども、でもそれを持って帰る時の気分想像したらすごいいいなと思って、でも花屋で花買うこととかってある？結構俺あります。あ、そうなんだ。花屋結構行きます。へえ。結構うちの中割と花がある。へえ、すごいな。でもそうか、花を買う習慣があるんだね。あるよ、すごいあるよ。ないですか？ない。あ、本当？じゃあ例えば、なんかの仕事とかで結構いただいたりすることとかあるでしょ、そのお花ってどうします？たった一つうちにある花瓶に入れる。どんなぐらいのサイズの？こんなやつ。でもその花束によっちゃさ、その入らないとかさ、ぎゅうぎゅうにぎゅうぎゅうに入れる多分それ花瓶じゃないんだよね。じゃあ花瓶持てんねん。そう、花瓶を持ってなくて代わりにしてる。花瓶代わりにしているやつをずっと10年以上使ってて、あれって例えばいただいたやつって、こう外側紙みたいなのあって、取るとセロハンみたいなのあるでしょ、セロハンも取るでしょ、で銀紙アルミホイルでね、これは透明な花瓶の時どうすればいいのかなと思って。あれって私もわからない。これも含め栄養剤、あれは取るべき取らないの、どっちなの、どっちが長持ちするんだ。よし、じゃああれを取っちゃうと輪ゴムでしょ、次出てくるの、輪ゴムもちょっとかっこ悪いじゃない、透明なやつ入れてると、これ花屋なんですか、取って大丈夫。でも輪ゴムもちょっとかっこ悪いやん。輪ゴムなんかね、自分で考えるって話じゃない。でもさ、違う。で輪ゴムはあの形をキープするためにすごい重要だから。そうなの？取ったらバラバラバラってなるの？そう。だからその透明な花瓶に刺す花束の止めるクリップを。いや、もうその透明の花瓶割れば。なんで？とりあえず、なんなの？こんなもん。こんなんって。あ、そんなこと気にすんだ。するっていうか、だから透明じゃない花瓶だったら全然いいんだけど、ただ輪ゴムはあんま見えたくないし、かといってじゃあ銀紙の方がいいのかな？どうなのかな？花瓶を銀紙で包めば。いや、そうやったら俺色の、あの透明じゃない花瓶にする。次参りましょうかね。東京マラソン財団。3年ぶり市民ランナー参加の東京マラソン、ボランティア7500人、当日の舞台裏に密着。よかったね。山本悦子のセブンルール